今日東京スポーツという有刊誌みたいなのがあります。このね東京スポーツに日比谷美月候補が今日載ってます。すごいです。田中角栄という日本の総理大臣におりました。日本の65代総理大臣でいます。そこの娘ではなかろうかとされているのが日比谷美月でいます。そして下皿を実現するということで今ネット界隈でもとても有名になっております。昨日の朝6時から政見放送がありました。 NHK での政見放送、昨日ね政見放送をネットでアップしたら今日比谷美月候補のね政見放送65万ぐらい回ってるんですね。1日ですごいですよ。それほど今注目を受けているのが東京都知事候補の日比谷美月なのであります。どうかこれからですね日比谷美月の恩恵があるかと思います。ぜひですねこれを世界のどこでもなく日本じゃなくて、そしてこの東京からこの下皿を実現していく、そして田中角栄の、ね、娘である、その血を引いているがゆえにですね、これが実現できるかもしれません。どうぞこうした期待ですね、今日に日に増してですね、大きな声援となって来てくださっているのであります。どうかこの点を本日私未来党の代表石川慎一郎がお訴えさせていただき、これから日比谷美月候補を皆様にご紹介をさせていただきます。東京を変え、日本を変え、そして世界を変える世界のジャンヌ・ダルク、未来党副代表日比谷美月を皆様にご紹介させていただきます。皆様ただいまご紹介いただきました東京を変え、日本を変え、世界を変える世界のジャンヌ・ダルクと呼ばれております日比谷美月です。よろしくお願いいたします。実は昨夜都知事候補のたくさんの方が候補に立候補されてますけれども、ちょっと討論会に行ってまいりました。そしたらそれがね TwitterX で映像が流れまして、そこに白い横文字で皆さん混んでらっしゃるのが走っていくんですけど、どこの店のママだとかね、どこの店のおかみだとか、頑張れとか言っていっぱいで声援をいただきました。この場を借りて書き込みをしてくださった皆様に御礼申し上げます。私はどこの店のママでもおかみでもなく、未来党のおかみであり東京都の若者のママでございます。もうね皆様のために全力で戦ってまいります。でさっき石川さんがおっしゃったように、未来党はね巨大な組織や危険の援助を全く受けないでお断りしております。石川さんには何億も払うという方もいらっしゃるそうですけれども、ただほど恐ろしいものはなくて、当選したら必ずこれを言え、あれを言えというふうになるんですよ。それに逆らうとまたとっても怖いヤクザとかが来てね、お前いくら払ったと思ってんだって来るんです。ですから私たちは下皿法という前代未聞のね国際法を実現させるために戦ってますので、そういう紐付きのお金で立候補するわけにはいかないんです。ですから庶民の本当に真心の半端で集めたお金をね、今度ボランティアの方と一緒に有効に使いまして、もう市場でも珍しいぐらいのタイトな予算で立候補することができました。例えば私の選挙用のポスターは14,200 箇所東京であるそうです。八丈島とかね、なんかいろいろ利尻島とかいっぱい
ありますし、それから山奥もありますし、そこにね、14,000箇所、ボランティアが今週中に全部張ってくださるそうです。もう予約がみんな来ましてね、遠くから飛行機や電車や車で日本全国から駆けつけてくださいまして、ポスター貼りをしてくださっています。週末までには完了すると思います。もうポスター貼りの皆様にもここのこの場を借りて本当に深く感謝して御礼申し上げます。それから今はビラって言うんですけど、選挙前にはチラシって言ってたんですけれども、私は無名でございますので、そのチラシを皆さんがいっぱい配ってくださいまして、13万枚のチラシをボランティアの方が全国から郵送したり配ったりして手伝ってくれました。このようにしてね、もう本当に日本を変えたい、日本のための、日本人のための、日本の政治を日本人によってやっていきたい、これはね、リンカーンが of the people, by the people, for the people と言いまして、人民の人民による人民の政治と叫んでディープステート勢力に抵抗してね、暗殺されました。結局ね、陰で国家の予算を握っている軍産複合体が出発点なんですけれども、敵対勢力両方にお金を貸して戦争をさせて、そのために両方に武器を売ってね、両方でからお金もらって、どっちが勝ってもいいんです。また敵を作って、ね、戦わせて、ものすごい巨大な富をね食って、それを今度各国の政府にね賄賂としてばらまいて、国民から吸い上げた税金を自分たちの方へね持ってくると、そういうね、ひちがいじみた流れになっているので、それを変えようとした人はみんな殺されました。ケネディもそうでしたね。日本でもまともなことを言った方はみんな潰されたり消されております。ですからもう本当に怖くて言えなかったんですけど、今時が来ました。トランプ改革派米軍がこの闇の勢力をもうね、20年以上かかりましたけど、死闘の末にほぼ解体することに成功いたしました。ですからゲサラ法を実現することができる時が来ましたので、私は立候補させていただきました。それでは皆さん、ゲサラ法について内容をご説明します。すべての国民の利子付きの借金、住宅ローン、教育ローン、カードローンなど皆さんたくさんあると思うんです。それでそれを全部帳消しにします。この最終の債権者はね、ディープステートなんです。だからもうあれをやっつけたら払うじゃありません、帳消しにします。でね、私若い人とってもかわいそうだと思って、卒業したらもう早速何百万ってね、教育ローンを背負って結婚するね、資金もね貯められないぐらい追い詰められてますのでね。それから家庭持ちもそうですけど、住宅ローンも嫌になるぐらい何十でも取られますよね。これもなくなりますし、もうローンという、利子付きローンというローンはなくなります。それからほぼ無税国家になります。皆さんご存知ですか、今40種類以上の税金が日本人にいろんな形で課せられています。上げるだけでもキリがないんですけど、サラリーマンの方は所得税でも最初がパーンと差し引かれますよね。それで個人事業主は事業税、それから法人税、法人には、そしてさらに一生懸命節約して建てたお家をね子供にあげようと思ったら相続税、それはもういっぱいあるから他にいろんな方に寄付しようと思ったら贈与税、もうねありとあらゆる税金がかかるんです。で今約半分、日本人の平均ですけどね、収入の半分は税金で持っていかれてるそうです。おそらくね、裏金、国会議員はそういうことはないと思うんですよ。裏金もらっても税金も払ってませんのでね、もうね全部私たち庶民から吸い上げたお金をディープステートに流してね、そのバックバーグで美味しい汁を吸っているのが今までの日本の支配者です。ですから日本の政界、財界
宗教界、メディア、全部ね、その中の人は悪くないんですけど、大株主、筆頭株主、CEO、トップ、会長、そうしたら全部ね、この DS 側だったんです。だから、このゲサラ法の存在をみんなにお知らせできないんです。このね、ゲサラ法は無税国家ですけれども、まだあるんですよ。3番目に、国民全員に障害年金を支給します。これはね、国民一人一人に毎月約24万円、生まれてから死ぬまでずっと支給されます。その趣旨はね、この数々所得制限があったり、身体的に大変だからあげる人もっていいんじゃなくて、日本人として生まれてきてくれたことに対する感謝のお金です。ですからね、生まれてから死ぬまで24万円ありますので、もうね、贅沢しなければ生きるということに恐怖や不安を抱くことはないと思います。それに加えて皆様のね、独自の経済活動に得た収入も加算されますので、もう本当に未来が明るくなると思います。私はね、今ね、少子高齢化とかって5000円から配るとか100万円配るとか言ってますけれど、この終身年金があれば子供にもつきますのでね、18歳までは両親や母親や父親はそれを子供の子育てのために使えますので、例えば4人子供を産みましたらね、96万円子供につきますので、死ぬまでですよ、お母さんと合わせたら120万円あるんですよ。だから本当にね、子育てを実践したいっていう方はもう楽しくて仕方ないと思います。いやー、私はキャリアやりたいっていう方は心配しないで、ちゃんと優秀なね、ベビーシッターややる気のあるね、子供を育てたいっていう方を雇って、もうスタジオであろうが何であろうが子供のことを任せて働くことができます。私たちの世代はまだね、母親やおばあちゃまがキャリアを積みたいっていう娘や孫のために子供の面倒を見てくれましたけど、今はもう核家族になりましてね、せっかくキャリアを積もうと思って一生懸命学んだ女性も、子供だったら屋根熱出しても夜中真っ只中ですからね、24時間だから競争に負けちゃうんです。だから野心的で出世したいと思う女性は、そういう親族の労働力の援助がなければやっぱりね、子供を産まないですね。子供を産むってことはとってもね、楽しいことでもあるんです。子供を育てるというんだけど、もう楽しいというより恐怖に近いね、ことになっております。ですからこんなことではね、少子高齢化と日本人滅びます。もうね、みんなでね、子供を産むのもいいな、人を雇って見てもらってキャリアになるのもいいなってね、選択の自由を与えてあげたら、いろんなね、個性を持った才能豊かな日本人が生まれてね、日本人はもう素晴らしい DNA の持ち主ですので、もう平和と利他の命に満ちてますので、再びね、世界に名だたるナンバーワンの国になると思ってます。今ね、もう DS に吸い取られて、もう政府はね、日本人の代表というより DS の代理。街に溢れた素晴らしいふるさと、未来託す選挙だ、大切な選挙だ、水と緑のふるさと、命かけ守る人、未来と君と共に選ぼう、明日の日本を任せる人に君の一票、さあ出かけよう、みんな揃ってふるさとの選挙へ。
この下世話法の、ね、内容をもう一回復習いたしますけど、国民の利子付きの借金、これは全部帳消しになる。それから障害年金で毎月24万円くれる。それから65歳以上はそれが倍になるそうです。48万円ずつだから、熟年離婚してもね、皆さんのんびり暮らしてますし、仲良く暮らしたらもっとお金持ちになりますし、もうね、人間のね、生活も自由がパッと広がって、世界が明るくなると思います。それでですね、このエストラ法を実現するために邪魔な勢力もほぼなくなりましたので、実現したいんですけれども、手続きが必要です。これは国際法ですので、国内で批准しなければなりません。国会の過半数の同意を得て国内法として批准する必要があります。そのためにね、立ち上がったのは私たち内党です。私、木宮美月はこの未来党がね、下世話法を実現するということで立候補させていただくことになりました。このトランプ大統領はね、この巨大な闇の勢力をものすごい大変な思いして、ホワイトハットとほぼ解散することに成功しましたので、このトランプ大統領が提唱する下世話法を世界で最初に、この世界の有名な都市東京都で実現してまいります。未来党は世界一豊かで安心安全な東京都を作ってまいります。未来党は1000万都民のために全力で戦ってまいります。皆様、都民の皆様、未来党をどうかよろしくお願いいたします。そして東京都の知事として公認、未来党の公認候補となりました木宮美月をよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。